梅雨の晴れ間となった今日、話題のお店、注目の商品が続々とスタートします。あー、ここね。ちょっとこのお店、10円パン。今 SNS で話題で若者に人気な10円パン。まずは高価のフォルムで SNS でも大バズりの10円パン。今日から博多マルイ1階に期間限定で登場しました。さあ、開いた。おお、いい色。10円硬貨の形の他に注目を集めたもう一つの理由が。ありがとうございます。はい、伸ばしてみてください。ありがとうございます。伸ばしてみてくださいってことは、うわー、イラストがあった。チーズなんですね。ここぐらいは行きたい僕。よし、行きますよ。お、もうふわっときてる、ふわっときてる、ふわっときてる。真ん中からこのチーズを、いやー、どうですか、どうですか、どうですか。これは結構いいんじゃないですか。いい感じです。いい感じ。よっしゃー、グーをもらいました。わー、綺麗に。ほのかな甘さの生地の中にはモッツァレラチーズがたっぷり。注文が入ってから一つ一つ焼き上げるので、このチーズの伸びを体感することができるのです。そして10円パンのお隣にも期間限定のお店が今日オープン。なかなかまだ浸透されていないんですけれども、うん、ドライフルーツと茶葉が入っていて、水、炭酸水、もしくはお湯を入れていただいて飲むドライフルーツティーになります。砂糖は使わず、フルーツから出た甘さやミネラルをいただくフルーツティー。お好みのボトルに入れて、とってもおしゃれに楽しめます。まず取りたいでしょ。とりあえず取りたい。あちらの方が、まあ、すごい。うわ、この瓶に入ってるのすごいっすね。沖縄でもよく食べられるレッドドラゴンフルーツを使ったフルーツティーになっておりまして、着色料や保存料一切使用しておらず、自然な色になっております。購入前に試し飲みすることができますので、お好みの味を探してみてはいかがでしょう。爽やかですね、はい、でも味もそうなんですけど、何よりもこの香り、香りがすごく美味しい。一日の水分補給にぜひ飲んでいただきたいフルーツティーになっておりまして、1パックで約 1.8 リットルですね、1800ミリリットル作れるので、うん、一日必要な水分補給ができるようになっております。国体道路沿いカフェドクリエでは、毎年恒例のチョコミントを今日から発売。今年は通常のチョコミントに加えて、やや青が強いプレミアムチョコミントが登場しています。チョコミント大好き。ねえ、やっぱ味も強いんです。おお、ミントの爽やかさはあるんですけれども、甘みがあるんで、はい、なんかすごくマイルドな飲みやすさがありますね、はい、あ、美味しい。続いてプレミアムチョコミントを試してみると、どう違うのか。おいかがですか。なんだろう、ウェイクアップって感じだった。すごい目覚めるぐらいのパンチ力が。カフェドクリエでチョコミントが発売されてから10周年を記念して作られたプレミアムチョコミントです。こちらのミントの10倍の史上最強のミント感が味わえるものとなっております。このパンチ力っていうか、はいはい、ちょっともう一回いいですか。はい、はい、どうぞ。冷静になって濃いっていうのが分かった上で飲みます。すごい。梅雨のジメジメを吹き飛ばすミントの爽やかさ。こちらのコーヒーゼリーも今日から販売しています。フレッシュネスバーガーからもこの時期におすすめ。去年 SNS で話題になったあれが今年も登場です。はー、
すごい、ちょっと見てください、もりもりとパクチーが乗ってる。もう具材の半分ぐらいはパクチーじゃないかっていうぐらい。パクチーチキンバーガーのグリーンカレーソース、パクチーの量を3倍に増やすことができます。グリーンカレーの辛みだったりチキンのこのボリュームだったりで、パクチーこれぐらい入ってる方がちょうどいい。想像以上に美味しゅうございます。パクチーバーガーはもう一つ、今年は新たにトムヤムクン味が登場。当然パクチーとの相性は抜群です。